ハリメでは、海洋星の第9衛星である。ハリメでは、2002年8月14日に、マシュー・ジェイ・ホルマンが率いる観測グループによって、セロトロロ半米天文台の4メートル望遠鏡、およびマウナケア山のカナダ・フランスハイ望遠鏡を用いた観測で発見された。発見は、サオ・ラオメディアの発見と合わせて、翌2003年1月13日に、 国際天文学連合のサーキュラー及び小惑星センターのサーキュラーで公表され S-2002N1 という仮符号が与えられた。海王星に新たに衛星が発見されるのは1989年に探査機ボイジャー2号が海王星をフライバイした時以来であり、また地上観測による海王星の新衛星の発見は1949年に ジェラルド・カイパーがネレードを発見して以来のことであった。非常に暗く遠方を好転している衛星であるため、ボイジャー2号のフライバイの際には観測できなかったと考えられている。その後2007年2月3日にギリシャ神話における海の女神であるネレーデスの一人、ハリメーデーにちなんで命名され、ネプチューンラインという確定番号が与えられた。なお2004年になって、 1999年に行われた海洋星の観測でハリメデが撮影されていたが、この時には見逃されていたことが判明している。当時の観測では、新しい衛星は検出されなかったと報告されていたが、2004年のハリメデの新しい天体歴に基づき予想される位置にハリメデが映っていることが確認された。海洋星の不規則衛星の軌道要素を表した図。 針目では、海洋星を逆行している、不規則衛星である。図は、海洋星の不規則衛星の軌道要素を示した、図である。半径方向の軸は、軌道長半径、角度方向は、軌道傾斜角を表しており、横軸の上にあるものは、巡行軌道、下にあるものは、逆行軌道で交点していることを示している。青い数値は、 海王星の昼休の半径に対する軌道半径の割合を表している。横線は近点から円点までを示しており、この長さが軌道離心率の大きさに対応している。また、点の大きさは角衛星のサイズを表している。図の中心にあるネレードのすぐ下に位置しているのがハリメデである。軌道傾斜角のみを見るとプサマテとネ、ね、外に似ているものの、 軌道長半径は大きく異なる。張り目での直径はアルベド0.04と仮定すると 62km と推定される。また可視光では中間色を示す。色がネレードと非常に似ていることや太陽系年齢の間に天体衝突を起こした確率が高いと推定されることから張り目ではネレードの破片である可能性が示唆されている。 海洋星の衛星ラリッサは1981年に地上からの遠平観測で1回だけ検出されているが衛星であることが確定したのはロイジャー2号によって再発見された後である。ありがとうございます。